ウェルル祭壇画は、初期フランドル派の画家ロベルト・カンピンが描いたと考えられている三連祭壇画。1438年にケルンで完成を見たが、現存しているのは左右のパネルのみで、中央パネルは残っていない。この作品は、長い間、 フレマールの画家という通称で呼ばれている画家の作品であるとされてきた。現在の学説では、フレマールの画家の正体は、ロベルト・カンピンであるという説が最有力となっているが、この説に異論を唱える研究者もおり、必ずしも定説となっているわけではない。さらに、この、ウェルル祭壇画も、カンピンあるいは、フレマールの画家の模倣者や工房が描いた複製画ではないかと考える。 美術史屋もいる。ウェルル祭壇画の右翼パネルには雑誌で豪華な聖書を読み吹ける聖バルバラが屋内に黄金の光を放つ焚き火を背にして描かれている。左翼パネルに残る名からこの作品がケルンの地方修道会館区長ハインリ・ヒホン・ウェルルの依頼によって1438年に描かれたと考えられている。左翼パネルに洗礼者ヨハネと共に描かれている。 ひざまずいて祈りを捧げている人物が絵画制作依頼主のフォンウェルルである。この左翼パネルにはヤンファンエークの作品から取り入れた様々な要素が見られる。特に中央に描かれたオーメン鏡はヤンファンエークの1434年の作品アルノルフィーニフサイ像の背景に描かれたオーメン鏡からの移入であり、鏡部分には画面の外の空間であるはずの この作品を見る者の,の背後の光景が映り込んで描かれている。左翼パネルのフォンウェルルが祈りを捧げている対象は中央パネルに描かれていた何者かと考えられるが中央パネルは現存しておらずどのような情景が描かれていたのかという記録も残っていない。現存している左右2点のウェルル祭壇側現在マドリードのプラド美術館が所蔵しており その複雑な光線表現と構成とで名高い作品となっている。15世紀半ばから16世紀にかけて、同時代の画家たちに影響を与え続けた作品だが、初期フランドル派の絵画が人気凋落するとともに忘れ去られてしまい、再発見されたのは他の初期フランドル派の作品同様に19世紀になってからだった。ウェルル祭壇画の中央パネルは失われ、 もしあるいは所有者の記録や文書も現存していないが、この祭壇画はバルバラに捧げられた部屋に飾られていたのではないかと考えられている。天窓からも窓からも光が差さない場所に置かれていた可能性があり、失われた中央パネルにはおそらく聖母子が聖女たちに囲まれている場面が描かれていた。ウェルル祭壇画が15世紀前半までのケルンの美術に、 影響を与えていたことを示す証拠は残っておらず、これは当時この祭壇画が個人像だったか、あるいは多くの祭壇画を所蔵していた教会の奥深くに施蔵されていたためではないかと考えられている。しかしながら15世紀半ばを過ぎる頃には、この祭壇、バルバラの身体表現などに解剖学的な不備も散見されるが、精緻な詳細表現がなされた優れた作品とみなされている。 右翼パネルに描かれた聖バルバラ。101cm x47cm 右翼パネルに描かれている女性は左上の開かれた窓越しに塔が見えることから聖バルバラであると考えられている。3世紀に殉教したと言われるバルバラは中世に広く数形されていた聖女だった。聖人伝によれば裕福なヒキリスト教徒の父親ディアスコロスが娘バルバラを 多くの求婚者から遠ざけるために塔に監禁した。幽閉されたバルバラは死災を塔に招き入れ、キリスト教の洗礼を受けたが、これに激怒した父親に追い詰められ、首をはねられたとされている。そして、カンピンが活動していた時代には、バルバラをモチーフとする絵画作品が多く描かれた。未完成の作品ではあるが、ヤンファンエークにも1437年に複雑な、 ゴシック様式の塔を背景としたバルバラを描いた、詳細な下書きが残っている。受体告知、ヤンファンウェイクナショナルギャラリー聖母マリアと大天使、ミカエルは背景の神殿内装に比べると不自然に大きく描かれている。カンピンはバルバラを竹火を背にして聖書に読みふける女性として描いた。深い飛弾が表現された、豪奢な緑色のドレスに身を包み、まとめられていない。 茶色の髪はそのまま肩へと流れ落ちている。バルバラの体は戦略層に描かれているが、ドレスに隠れた肩や膝は解剖学的に見ると、写実的に表現されているとは言えず、まるで骨格が存在しないかのようにさえ見える。ウェルル祭団画の訴求力は、質感豊かに表現されたバルバラの衣服と、二箇所からの光源によって陰影が、付けられ輪郭が浮かび上がる。 周囲に配されたものの精緻な表現によって高められている。焚き火からの暖かい赤みを帯びた炎は窓から差し込む硬質な光と交代照を成しており、このような効果は左翼パネルには見られない。焚き火の上の飾り棚にはガラス製の小瓶が置かれ、壁に取り付けられた食材には火がついていないろうそくが立てられている。 さらに焚き火の上の壁面には詳細に表現された三位一体を表す彫刻が描かれている。描かれている室内は宗教的な場所ではなく当時の典型的な中流家庭の内装であり、ピ品の1425年から1428年頃の作品とされるメロードの祭壇画と共通するものが多く描かれている。例えば、格子と雨戸付きの窓、女性が座る。 チョイス、テーブル状の花瓶に生けられた斜めの揺りなどである。著述家、ピーター・マーレーとリンダ・マーレーは、後になって描かれた、ウェルル祭壇画の方が構成に優れ、投資図法が正確に使用されているとしている。ウェルル祭壇画に採用されている、投資図法によって床面は急勾配に描かれ、この作品を見る者の,の位置が、バルバラよりも下であり、聖女を仰ぎ見るかのような効果を与えている。 これは、ヤンファンエイクが数年前に描いた受胎告知からの影響である。多くの消失点が含まれる作品で、特に画面右下から角度をつけて描かれた、チョイス、サイドボード、暖炉、そして、雨戸へと伸びるラインがこの作品に奥行きをもたらしている。著述家、バルターイン語は、このような印象的な室内の描写が、バルバラの身体表現が、 解剖学的におかしいという見方を全く重要ではないものに格下げしているとした。左翼パネルに描かれた依頼主のハインリヒホンウェルルと先例者ヨハネ・ウェルル祭壇画の左翼パネルには制作依頼主のハインリヒホンウェルルの名前がラテン語で書かれ、1438年にケルンの地方修道会館区長ハインリヒホンウェルルがこの絵画を描かせたと読むことができる。 フォンウェルルはオスナブリックの小崎兄弟の修道会の一員だった。1430年に大学で学ぶためにケルンに移住し、ケルンの地方修道会管区長に任命される以前の1435年には共同士の学位を受けた。おそらくフォンウェルルはケルンの小崎兄弟の修道会修道院のためにこの作品を注文したのではないかと考えられている。その後、 韓区長の任を引退したフォン・ウェルルはオスナブリックへと戻り、1463年に同地で死去した。ヤン・ファン・エークの1434年の作品、アルノルフィーニフ妻像の背景に描かれた突面鏡。二人の人物が描かれているのがわかる。アルノルフィーニフ妻像から4年後の作品、ウェルル祭壇画の背景に描かれた大面鏡。左翼パネルには、 ひざまずいて、祈りを捧げるフォンウェルルと先霊者ヨハネが、丸天井を持つ室内に描かれている。カンピンは1430年代初めから、ヤンファンエークからの影響を強く受け出した画家で、この左翼パネルにも、ヤンファンエークの作品から、様々な要素が取り入れられている。天井から降り注ぐ、光の表現、見るものの背景を映し出している、突面鏡などの繊細な表現は、 ヤンファンエークが1434年に描いたアルノルフィーニ夫妻像からこの作品に借用されたものである。左翼パネルに描かれている依頼主と聖人を記した名の書体もヤンファンエークの優美で装飾的な書体に非常によく似ている。ウェルル祭壇画は三連祭壇画の主題たる中央パネルに依頼主が描かれていない時期の典型的な祭壇画である。 古代である翼パネルに依頼主を描く代わりに中央パネルに描かれている聖なる存在を左翼から垣間まみることができる構図を与えている。カンピンが1422年以降に描いたメロードの祭壇画では依頼主が左翼パネルの庭先に描かれているのに対しこの作品では屋内に描かれている。メロードの祭壇画で左翼パネルに描かれた扉が 左翼パネルの依頼主と中央パネルの受胎告知を受ける聖母マリアとを繋いでいる。しかしながら、その扉は開かれているとはいえ、依頼主と聖母マリアの視線が合うようには描かれていない。ヤンファンエークとは違って、カンピンの初期の祭壇画は中央パネルには聖なる存在しか描かないという、それまでの祭壇画の様式に則っ,ったものだった。ウェルル祭壇画でも、 依頼主は屋内に描かれてはいるが、主役ではなく単なる傍観者の役割しか与えられていない。また、三連祭壇側描かれた聖者に関する知識を伝える役割も担っているが、これにもヤンファンエークの影響が見られる。この左翼パネルに依頼主、フォン・ウェルルと共に描かれた先霊者ヨハネは小羊を持っており、依頼主よりも重要な役割を持って表現されている。ウェルル祭壇側、 当初、カンピンの弟子といわれる、ロヒール・ファンデル・ウェイデン、あるいはファンデル・ウェイデンの公募が、関係した作品だと考えられていた。しかしながら、ウェルル祭壇画とメロードの祭壇画の主体が、両方とも発見され、多くの主要な美術師家たちは、この2点の絵画の作者は、同一人物であると見なすようになった。ウェルル祭壇画が、ロベルト・カンピンの後期の作品であると考えている。 研究者として、パノフスキー、シャトレラがいるが、ケンパービック、サールマン、サンダースラーは依然として、ファンデルウェイデン、あるいはその関係者の作品であるとしている。美術史屋のティルホルガー・ボルヘルトは、人物の作風はロヒールのものではない。この作品の人物が、そのように語りかけてくるとしている。ありがとうございます。